攻守でダイナミックなプレーを見せたいんだと、はい、非常に運動量多いですし、あの得点に絡める選手なので、まあ、今日のゲームもそういったところを期待したいですね、はい、あと川村が話を昨日していたんですけれども、そのメンバー選考を見て、前半の45分のスタートです。まずはセンターバックの荒木、この人はフル稼働です。左にストッパーの腕章を巻きます佐々木翔です。前への矢印が非常に強いので、こういうスピーディーなサッカーにはなっていくんじゃないかなと。で、先ほどの1対1の攻防、そのバトルっていうのも非常に多くなってくると思います。はい、もうこの立ち上がりの間もなく13分ですけれども、攻守のトランジションはもう互いに早いバチバチのやり合いが続いています。はい、まあ、今のも本当にフィフティフィフティのボール、レッドカードになります。ここです。そうですね、そうですね、まあ、先にベンカリファー選手はもちろん触ってるんです。さあゲーム再開です。セットプレー佐々木翔、ナイスキーパーソンボム君止めました。守護神アチのターンから間を使って若月、いいボールですね。さあ待っていました、アタッカー柏由美です。3列目から川村来た、どうする柏、クロスボール、ベンカリファのボレー、どうかな、川村クロスバー、ソンボム選手がしっかりと対応しましたね。まあ、この後ですね、ちょっとバラダ選手抜けられたり抜けられたりすると、はい、これを残りの時間もしっかり続けることができるか。高い位置で取ったベンカリファです。ベンカリファの右足、ここもソンボム軍使った。佐々木前にタッチ、森島のクロス、ドーグラス・ビエイラの落とし、反応した松本、もう一回松本 PK、まあ、この3人目の動きすごく良かったですし、決めました、ドーグラス・ビエイラ PK で先制、サンフレッチェ広島、よくキーパー見ながらもう、ビエイラフリック、ここで試合終了の笛です。紫の意地、連敗ストップ、3試合ぶりの白星、サンフレッチェ広島 PK でドーグラス・ビエイラが決めました。1対0、広島の勝利です。